マイペースそうなタモケンが完全に B さんに振り回されてるっていうのが、だって嫌でしょう、10時間以上な拘束されて。昨日公開されたタモケンさんの動画がめちゃくちゃ面白くて、なんか僕多分ね、僕が今まで見たタモケンの動画の中で一番面白いと思ったんですよ。はい。闇カジノ事件の後に、まあ、なんやかんやあって、で、マレーシアに行ったんですよね。そう。で、マレーシアでお世話になっていた大富豪の B さんっていう方がいて、僕の予想も入ってるんですけど、まあ、B さんはきっとレストランとか、まあそういう、まあ他にもね、まあ多分このたくさんの事業を経営されてる実業家というか、起業家なんですよね。きっと。うん。で、タモケンの多分バドミントンスクールみたいなやつももしかしたら B さんが関わってる事業なのかな。ちょっとここら辺はわからないんですけど、まあ一応ね、一応この先の話も若干僕の推測も入ってるんで、全部が本当かっていうのはわかりませんよ。はい。で、その B さんがものすごく面白くて、実業家なんだけど、基本的にほら、雇われ社長とかじゃないから、意外と暇な日はすごい暇らしいんですよね。うん。で、B さんが暇な時は、大抵12時過ぎ、2時とかに、いきなり B さんの家にタゴケンが呼ばれるらしいんですよ。うん。で、そしたら、タゴケンさんは、何かなって言って行ったら、ただ、夕方まで、ひたすら B さんの部屋で、同じ部屋で、ただひたすらテレビを見るだけっていう、何もしないっていう、そう。で、夜になったら、飯行くぞ、つって、飯に行くと。で、飯食い終わったら、一旦解散して、で、10時ぐらいからバドミントンがあるから、それぞれね、準備してから行くのかなと思ったら、まさかの、今から家に来いと。そう、夜飯食った後に、また家に来いと。で、今度こそ、何かすんのかなと思ったら、もうひたすらもうね、バドミントン始まる10時まで、夜の、テレビを見るだけっていう二人で、何もしないっていうもう空白の数時間がまた続くと。で、10時になって、バドミントンやってますと。で、その、バドミントンの時間帯はだいたい10時から2時とかぐらいまでらしいんですけど、2時ぐらいになって、バドミントン終了しましたと。で、終了して、さすがにやっぱり、タモケンも眠いんですよね。で、ようやく帰って寝れるなと思ったら、タモケン、お腹空いたろ、つって、で、そっからまたなんか B さんが経営してレストランに連れて行かれ。で、その、レストランでなんかご飯食いながら雑談すると。で、ようやく食い終わった。ようやく今日は終わりかなと思ったら、授業の打ち合わせなんかもしたから、ちょ、来いよって言われて、で、それに行くと。そしたら、何があるかって言ったら、また、その、B さんの家でテレビをずっと見てる。そう。何もするわけでもなく、ずっとテレビを見てるっていう。で、さすがに B さんもやっぱ3時とか4時とかになってくると、眠気がね、出てきて、B さんがもう完全にもう寝る寸前まで行ったら、そしたらタモケンは、チャンスと思って、B さん、バイバイ、またねって言って、自分の部屋に帰っていくっていうエピソードを、まあ昨日言ってて、で、この話がものすごい面白くて、バドミントンの技術動向の話よりも、もうこの話がすごい面白かった。何が面白いかって言ったら、まず、マイペースそうなタモケンが完全に B さんに振り回されてるっていうのが、まず一個。これがまた新鮮で面白くて。で、もう一個は、自分に置き換えて、まあ、考えると、俺だったらちょっと、耐えきれなさそうな感じがするんです。だって、考えてみてくださいよ。2時に呼ばれて、で、何もするわけでもなく、二人でテレビ見て、で、夜飯食った後、またテレビ見て、バドミントンしたら、また夜飯に連れて行かれ、まあ、夜飯ってか、まあ、夜食かな？夜食に連れて行かれ、で、またそれ終わったらテレビを見るっていう、もう完全にもう、自分がその場にいる理由っていうものに、やっぱ疑問を感じちゃうんですよね、きっと。で、多分、そこで耐え切ったタゴケンもすごいと思うけど、なかなかね、この B さんもね、まあ、第三者的に聞いてるだけだったら、面白いなっていうか、まあ面白いっていうか、なんて言うんだろうね。まあ、老人は話が好きっていうのは結構ね、まあ定番ですけど、ここまで来るとね、
まあ僕だったら精神的に苦痛かなっていう感じがしますね。はい。僕結構ね、なんだろう、先輩とかに飲みにとか遊びとか誘われても意外とあんまね、乗り気じゃないタイプで、やっぱね、マイペースなんで、自分から誘う分にはすごい乗り気なんだけど、人から誘われたことに対してあんまり乗り気になれないタイプなんですよ。まあ、そう、マイペースなんですよ、本当に。だから、誘ってもらえる気持ちはすごい嬉しいけど、でもちょっと今日はやっぱ仕事が忙しいんですいませんとかっていう風に、まあ、断ったらそうするし、うん。でも、昨日の動画見る限りでは、結局、他語犬が関わってる事業は B さんが、まあ、オーナーというか、多分仕切ってる事業だから、B さんの誘いを、ちょっとでも断ったりすると、次の日の B さんの機嫌がやっぱり悪くなって、めんどくさいことになるから、だからやっぱりそこは付き合いというか、その人間関係的な、まあ、接待みたいな感じの意味で、まあ、そういうちょっとめんどくさいなと思う誘いがあっても行くっていうのが、他語圏のマレーシアでの、まあ、生活の一つにあったみたいで、あれ、いや、それやられたら俺ちょっと辛いなっていうのがあって、いやー、俺だったら多分耐えきれないかな。だって嫌でしょ、10時間以上拘束されて。って、10時間っていうかもう、12時間以上になっちゃうのか。いくらお世話になってるからといっても、同じ人と2人で12時間以上同じ空間で過ごせるかって言われたら、ちょっときついなという感じですね。はい。それに耐え切った他語犬はね、俺すごいと思うな。うん。でもこれ完全になんかもう、上場企業の、まあ、オーナーと社長とか役員みたいな関係というか、事業とか団体をメインで動かしてるのは、まあ、この人なんだけど、でもその事業のお金を出してるのが B さんだから、結局なんだかんだやっぱお金を出してる B さんの言うことはちゃんと聞いておかないといけないっていう、そう。なんかそういうなんかね、難しい関係性というかね、まあ人間関係的にはね、厄介な、まあ上下関係っていうものができてるなっていうふうに今感じましたね。はい。すごくお世話になってるんだけど、それでもですよね。はい。って感じなんで、本当にもう昨日の話はね、すごく新鮮で、面白い動画でしたよ。うん。中には勘違いしてる人いると思うけど、僕は他語犬さんのことは正直嫌いじゃないんですよね。で、多分ね、動画のコンテンツの相性的にも多分相性、まあ動画のコンテンツの内容の相性はそんなに悪くはないんですけど、ただ僕個人の人間性と他語犬個人の人間性は多分相性はそんなに良くないと思う。なんでかって言ったら、他語犬さんは結構後輩とか、周りの人に対しては多分面倒見もすごい多分いいだろうし、でも僕は結構、なんか誘われると断り、まあ、断りたくなるっていうか、まあ、誘われたことに対して、自分が本当に時間があったら、まあ、全然行くんですけど、ちょっとでもなんか予定があったりしたら、断るタイプなんで、わざわざその先輩とかのために時間を作るっていうことはあんまりしないタイプなんで、まあ、そういう意味で、多分ね、コンテンツとしての相性は悪くないけど、多分僕と他語犬さんの多分相性はあんまり良くないんじゃないかなと思ってます。はい。向こうもね、僕のことは認知はしてるけど、まあ多分そんなに、まあ、こんなね、弱小チャンネルなんでね、眼中にもね、ないんじゃないかなと思います。はい。こんな感じです。はい。本当に、何回も言うけどね、昨日の他語犬の動画はすごく面白かったです。はい。概要欄の方に昨日の他語犬の動画のリンク貼っておくんで、本当にもう、めちゃくちゃ面白い動画なんでね、気になった方はね、見てみたらいいと思います。はい。こんな感じです。じゃあ今日はこの辺で終わります。では。